今週も始まりましたハイチのダラダラジオでございます。3連休の真ん中、皆様いかがお過ごしでしょうか。3連休ってね、もともともうウキウキしますけども、この3連休のまだ中日、しかも日曜って普段なんかサザエさん症候群でしたっけ、見ると明日からまた1週間始まるって気落ちするってよくね、なんか言われたりするんですが、月曜日まだあるっていうだけでこのウキウキ感ってなかなかですよね。まあ私仕事柄あんまり休みが不定期なので、あんまりその感覚もなくなっちゃったんですけど、自分の子供を見てるとね、まだ明日も休みじゃん、イエーイみたいな可愛いなと思って見てますけども、まあ、そんな中でね、ダラダラジオ聞いてくれてありがとうございます。で、今週はですね、ちょっと私の、まあ、趣味というか今の人生の楽しみの話を、本当何の発見とかもある話ではないんですがちょっと聞いてほしいなと思って、はい、自分ごとをね、ダラダラと喋らせていただきます。まあ皆さん、それぞれ趣味がある方もいるかと思うんですが、私、よくね、趣味っていうのを昔から聞かれると、ゲームっていうふうに答えちゃうような。ゲームって答えると、大体こう聞いてくれた方が、あーっていう顔するんですよね。多分その後の話の発展がない。まあ、その方もゲームが好きだったら何が好きなんですかとかって聞かれたりするんですけど、まあ、ゲームそもそもしない方だとね、あ、そうなんですねって言って話が終わっちゃうっていう、これインタビューされてる時も結構あるあるですね。なんか女性の方とかにインタビューされると、まあ、その方ね、ゲームしてないことが結構多いので、そう、あ、ごめんなさいって思いながら答えたりするんですが、私今ですね、ポケモンカードにハマってまして、ポケカがすごいハマってるんですよ。わかりますかね、皆さん、ポケモンカードっていうのがあって、で、昔から、私カードゲームすごいやっていて、ポケカもやったし、あと遊戯王もずっと小中とやってたんですよね。デュエマはちょっとやったことがないんですけど、そう、ポケカと遊戯王でやってて、で、マジック・ザ・ギャザリングも一時期、高校の時だったけど、ちょっとかじってたような感じのタイプなんです。で、もちろんカードゲームで対戦するっていうのも好きだったんですけど、私実はそれ以上に当時から好きなことがあって、それが、レアカードを綺麗に保存して眺めるのが好きなんですよ。どっちかというとプレイヤーよりもコレクター気質なんですよね。でも、もちろんね、子供の時っていうのはそんなにカードゲーム買ってもらえるわけもないし、うちそんなにね、裕福ではなかったし、お小遣い制度もなかったので、なんかこうお手伝いした時とかにたまにパックを買ってもらえるみたいな感じだったんですけど、だからなんか自分の好きなカードとか、今でこそカードショップね、オンラインショップとかもできましたけど、当時はね、なんか地元にあるちっちゃいカードショップみたいなのが、ちょっとレアカードが売ってるとかって、で、このレアカード高いとかっていうのはよくあったんですよね。そう。で、なんかそれを、こう、まあコレクターなんだろうな、気質というか、その集めたいっていう欲求って、やっぱでも叶わないわけですよ。子供の時っていうのは。でも今大人になってですね、その、まあうち息子もポケカやるので一緒にこうね、対戦とかやったりするんですけど、やっぱ今、ある程度こう仕事頑張って自由に使えるお金が増えたので、ある程度。で、最近そのポケカを買うのをハマってて。しかも、そのピンポイントで高いやつを買うっていうよりも、オリパっていうのが、あるんです。多分オリジナルパックの略なのかな、ちょっとちゃんと分かってないんですけど、そのなんだろうな、例えば500パックオリジナルで作るんですよ。お店だったり、まあ、個人で作ってる方もいるのかな。で、その中にものすごいレアカードも入ってたりとか、ハズレもある。だから例えばじゃあ1000円でそのオリパを買うんだけども、入ってるカードがもしかしたら1万円の価値の当たりもあるかもしれないし、200円の価値しかないかもしれないみたいな、そういうのがあって、それをご褒美で買うのが最近の楽しみなんですね。で、割と私今のところそんなにまだ長くないんですけど、オリパ買ってから豪運を見せててそうなんです。めちゃくちゃプラスで今運営をしておりまして、でもその当たったカードを売るっていうのは基本するつもりはなくて、まあ本当コレクターだから、今カードっていうのがローダーっていう硬いその飾れるようなやつに入れられるんですよ。綺麗に保存もできるし、カードが曲がらないし、傷もつかないし、湿度とかとかも守ってくれるし、あとは綺麗に飾れるっていうのがあって、ごめんなさい、皆さんついてきてますよ、ここまで。私ウキウキで喋ってるんですけど、ごめんなさいね。そうで、そのローダーっていうのに入れて、こう飾りはしないですが、ちょっと紫外線とか当たっちゃうの心配なんであれなんですけど、それをこう今ローダーに入ってるカード何個あるんだっけな、今15枚ぐらいローダーに入ってるのがあるんですけど、もうね、ずっとニヤニヤしてます。で、息子もそのレアカードとか一緒に見て、
こう、あ、すげえかっこいいとかさ、綺麗っていうのを見てニヤニヤしてます。あの、最近の私の楽しみ、そうですね、多分しばらく続く、多分これずっと続くと思います。はい、まあカードゲームには、なんだろう、熱が冷めるとき来るかな。でもポケモン多分ずっと好きだと思うんですよね。自分も最初のポケモンの緑と赤の時代、俺緑買ってたんですけど、そう、不思議花使ってソーラービームとかやってたんですけど、ちっちゃい時にゲームボーイで、でそっからやって、やっぱすっごい好きだから、でそれをね、眺めてるのがね、楽しいんですよね。でなんで今回この話をしたかっていうと、私がね、そう、ニヤニヤしてるんだよっていうのを聞いて聞いてっていうのももちろんあるんですが、改めてね、自分の人生の中で楽しみっていうのを、それは別にお金がかかるものかからないものもいろいろあると思うんですけど、なんかそういう自分のために何かを使う、例えば時間を使うもそうだし、お金を使うっていうのもそうなんだけども、そこの瞬間というか、そういうのを作っておくってやっぱり必要だなって思ったんです。例えば、中高生、まあ、小中高生か、学生の時ってさ、自分で好きなように時間とお金って使えないじゃないですか。そもそもお金の自由はないし、時間もさ、家族と住んでるから、ある程度家族の予定にも左右されちゃうからさ、どうしてもね。だけど、いずれ家を出るわけよ、みんなは。もうほとんどの方がね、家を出る方が多い。で、そうすると、もちろん仕事とかのね、制限はできてくるけどさ、自分で、空いた時間を好きに使うことができるんです。でも、いろんなね、今まで人と会ってきて、いざ一人になった時、自由に時間が使えるようになった時に、学生の時にそこの時間の使い方とかについてある程度考えてないと使えないんですよ。つまりお金もそうなんだけど、自由に使えるようになった瞬間に時間とお金の使い方が下手くそになっちゃうんですよ。で、これってすごい損だと思ってて、自分は学生の時にお金が、まあ、なかったのよね。ないな、自覚してたから。でもいつか俺はお金持ちになるんだみたいなことをちょっと思ってたわけ。で、思ってて、で、なんでお金持ちになりたいかっていうと、もう好きなものを買いまくるぞっていうことじゃなくて、お金が手に入ったらこういうことがしたいみたいな。例えば、まだ俺叶ってないんだけど、私に、日本で盲導犬をもっと普及させたいっていう思いがすごく実はあるんですよ。あんまりオープンに言ってないんですけど、自分の妹が障害者で、やっぱりその養護学校にね、あの、妹通ってたから、そこでさ、お祭りとかあるといろんな障害の方と、まあ、触れてきたわけよ。で、やっぱ盲導犬の存在、盲導犬ってさ、映画だったりとかちょいちょいこうフューチャーはされるんだけど、日本って盲導犬の育成学校ってすごく少ないんですよね。パピーウォーカーの方もまだ多くはないし、だからそういったのが普及するためになんかできないかな。当然お金かかるからさ、いつか自分が盲導犬の育成スクールとか開けたらいいなって実はまだ今でも思っていて、だからそういう風にお金ができた時に何に使うのかっていうのもやっぱり考えておく。時間ができた時にその時間をどう使うのか、それをまあ趣味で使うもよし、自己投資、例えば自分の習い事とか好きな習い事とかに使うもよしだと思うんだけども、そういった時間とお金って一生つきまとってくる問題じゃんね。それを切り離すことはできないから、だからそれをどう使っていくのかっていうのは、ぜひ学生の時から考えてみるといい。今は妄想になっちゃうよ、今ないからさ、それは。でもできた時には何に使うって、それでさ、いざできて、と時間とお金がある程度できるようになった時に、そこでどうしようどうしようって考えてる時間ももったいないし、長い時間をかけて考えた方が、あれを考えたんだけど、やっぱこの使い方は違ったわって気づくかもしれないじゃん、今だったら。つまり失敗するリスクも削ることができるから、そういった意味でも今のうちに考えておくのはいいんじゃないかなっていうのが、これが真面目な話ね。いや、これが言いたかったの、本当は。いや、嘘かもしれない。いや、聞いて聞いてるのが大きかったかもしれないけど、でも、この自分のね、いつかこのポケカの話しようと思った時に、やっぱり自分の時間とお金っていうのにある程度自由とかができた時にどう使うかっていうのは、やっぱり早く考えた方が俺はいいと思っている。でも今これ聞いてくださってる方、社会人の方とか、あと主婦の方とかもいらっしゃると思うんですけども、別に遅いなんてことはないじゃないですか。で、これから今の生活水準が変わることもあるわけなので、なのでそういったどういうふうに使っていくのかっていうのは、ぜひ考えてもらえたらいいんじゃないかなと思って、今回のねテーマで話させてもらいました。はい、ということで本日もここまでお付き合いいただきありがとうございます。またね、来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。それでは本日一日がじゃないやボイシーと間違った、今週1週間が皆さんにとってね、良き1週間になることを心より願っております。また来週お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。